中火ですぐね、焦げ目がついてきちゃうんですよ。これぐらいの焦げ目がついたらね、全部裏返してください。どうも、料理のおじさん、リュウです。ということでですね、今回は待望だと思います、これ。私、シラフということで、がぜんやる気でございます。はい、今回作るのは、なんと至高のピーマンの肉詰めです。ピーマンの肉詰めっていうのはまあ家庭料理なんですよね。家庭料理でこれをちょっとですね、僕なりに解釈して作るピーマンの肉詰め、っていうのをですねやっていきたいんですけども、何がポイントかというとですね、とにかくうまいです。僕の中でのピーマンの肉詰めはやっぱりご飯に合う、あとつまみになるんですね。なのでご飯にもつまみにもなってしまうですね、最高に美味しいピーマンの肉詰め、こちらを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあですね、材料紹介いっていきたいと思います。まず、お肉です。合いびき肉が 220g で、あと、玉ねぎですね、4分の1個だからだいたい 60g ぐらいで、ピーマンが4つ。今回ね、ちょっとあの大きさ揃えました。ちょっと小ぶりですね。もうちょっと大きいピーマンもあるんですけども、これぐらいのサイズを4つですね。ニンニクですね。材料こんだけシンプルです。すごく以上の、食材でピーマンの肉詰めを、作っていきます。はい、それではですね、これから至高の、ピーマンの肉詰めを作っていくんですけども、至高のレシピを作る上で何が一番重要か、皆さんお分かりでしょうか。至高のレシピっていうのは、つもり美味しい手料理作っちゃおうっていうのがコンセプトでございます。はい、なのでですね、今回は至高の料理を目指していくために自らが至高になっていきたいと思います。ということで、自らを至高にしていきます。いただきます。はあ、ということでやっていきたいと思います。じゃあまずね、やっていきたいと思います。まずね、この玉のネギみじん切りしていきます。なくても全然大丈夫です。ちょっとね、食感が残るぐらいでも全然美味しいので、玉ねぎのみじん切りは、こうやって細かく分けてやるだけです。はい、なんでピーマンの肉詰めで玉ねぎを入れるかっていうと、これはね、かさを増すっていう、意味合いもあるんですけども、やっぱりね、玉ねぎの香りと甘みを、このお肉の中にね入れていくっていうのが大事なんですね。これね、ピーマンの肉詰めには必須だと思ってますんで、皆さん、これはね、入れてください。はい、OK です。ボウルにもう入れちゃいます。ハンバーグとかだと炒めてから入れるんですけど、肉詰めの場合はね、このまま入れちゃいます。生で入れて蒸して火を通していくような感じですね。じゃあピーマン、切っていきます。ピーマンはね、もう普通にこうやって半分に切っていきます。はい、こんな感じで切っていきます。こんな感じでね、このね、ヘタの部分をね、ちょっと切ってあげるんですね。これね、この綿の部分をね取ってあげる。多少ね、あの種残ってても全然平気ですので、種はね、後でね、お醤油かなんかで炒めてふりかけみたいな感じで使っても美味しいですので、これ取っといてくださいね。これね、手でほじってあげる。で、多少種が残っていても気にしない。ニンニクね、ピーマンの肉詰め入れないかなと思うんですけども、今回ね、入れてちょっと香りを出していきます。僕的にはちょっとパンチが足りないと思うんで、おろしニンニクを入れてパンチをつけていきます。このお肉だね、入れていきます。ここにはお肉と玉ねぎとニンニクだけ入ってるんで、ここに調味料を入れていきます。マナブを3分の1ですね。お塩です。はい、はい、そして黒胡椒、これね、思ってるね、3倍入れてください。はい、はい、こんぐらいですね。片栗粉です。これ小さじ1杯入れます。これね、片栗粉を小さじ1杯入れることによって、このお肉のね、水分を逃がさないように、したいんですね。はい、これがね、水分と結びついてジューシーさを保ってくれるっていうものになりますんで、これはですね、必ず入れてください。混ぜていきます。こう揉むように混ぜてください。お肉とですね、片栗粉とお塩が混ざることによってですね、お肉に粘り気が出てくるんですね。粘り気がね、非常に重要ですので、これね、やってください。で、お肉はね、常温とかじゃなくて冷たいまんまやってください。ひき肉っていうのはね、あんまりあったかいと肉汁が出ちゃうので、多少冷たい方がいいです。よーく練ってください。そして肉は冷たい状態。はい、じゃあ薄力粉をまぶしていきます。ね、ざるかなんかでこうやって振ると
まんべんなくつきますから、こんな感じで肉が剥がれないために接着剤の役割をするんですね。なのでまんべんなくまぶしてください。はい、こんな感じですね、薄力粉のあるところに。でこれもこっちにどん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 くっつけていきます。へこんでいきます。はい、こうやってね詰めていきます。はい、この時点では玉ねぎとか具材とかに火が入ってません。こっから火を入れていきます。はい、こんな感じですね。はい、そしたら焼いていきたい部分まぶしましょう。はい、そうしましたらここに油を引いていきます。油もねサラダ油です。あのごま油とかねバターとか使う方もいらっしゃるんですけども、今回はねもうあえて家庭の味のシンプルな感じでやっていきます。はい、小さじ2杯ぐらいかな。香りをつけていきたいので、このお肉の面から焼いていきましょう。よくねフライパンが温まったらジューってなりますのでね。はい、これ重要でございます。はい、ここですね。あのピーマンのヘタっていうのもね結構美味しく食べられますんで、今回ねヘタも取ってないです。まあまあこんな感じでしょうか。基本は中火でいいと思います。はいはいはい、どうですか。はい、いい焼き目つけましたね。中火ですぐね焦げ目がついてきちゃうんですよ。これぐらいの焦げ目がついたらね全部裏返してください。そうしたらですね、ここにお酒を入れていきます。お酒で蒸し焼きすることによって非常にですね全体にいい香りがします。弱めの中火にしていく。切る間にね私に桜丼を入れていきます。うぅー、これだよこれ、料理に使った酒を飲むっていうね。でこれじっくりね蒸し焼きにしていきます。あのピーマンの肉詰めだとお酒使わずに水でやる方もいらっしゃると思うんですけども、お酒を使ってですね全体にこのお酒の香りをつけることによって肉の臭みですとかを飛ばしていく作業になりますね。今回結構真面目に作ってますね僕ね。大体蓋をしてどれぐらいかな、ピーマンとかあの肉とかの大きさにもよるんですけども 3,4 分は蒸したいですね。冷たいひき肉を使っているので中までね火が通るのがね少しね時間かかるんで、じっくりとやっていきたいと思います。はい、でピーマンっていうのはですね火が通れば通るほど苦味がなくなって甘みが増していくんですね。なのでここでじっくりピーマンとお肉に火を通しておくのが大事でございます。ピーマンもクタッとなってお肉もしっかり火が通ると、そういうところまで蒸していきます。肉に火が通ったかは串を刺していただいて透明な汁が流れてきたら OK ですんで、これ覚えておくと絶対失敗しませんので、これとか火通ってたら、あ、もう火通ってますね。はい、そしたらお皿に一旦盛り付けていきます。今からね、はい、こんな感じですかね。このままだとね、ちょっとね味が薄いんですね。はい、お醤油大さじ1です。でみりんが大さじ1、酒が大さじ1。はい、ここで味の素3振り、これしていただくと非常に美味しいタレになります。ちょっと強火にしてタレをね煮詰めていきます。でこうやってアルコール飛ばして味を強めていく。はい、こんな感じです。これぐらいの量になります。かけていくと、はいはい、こちらでリュウジ特製至高のピーマン完成でございます。それではできましたので食べていきたいと思います。食べます。今回はね、あの種の部分ね、ちょっとじゃこと炒めておつまみ使いましたんで、これね、味の素とお醤油と油で炒めただけです。はい、じゃあ、いただきます。いただきます。お、うまっ。のお肉感よね。今回ね、つなぎがね、片栗粉小さじ1しか入ってないんですよ。なんで、お肉感がとってもすごいです。でも片栗粉入ってるんでお肉がジューシー。種のおつまみも食っていいですか。これマジうまい。ちょっと食材出して炒めただけで種も食べられるんだよ。でかいのもいっちゃいましょうか。これこの肉種が一番うまいな。何回も作り直せるんですよこれ。自分の好みになる味にやっと手に入れたこの味です。とってもジューシー。うん、お酒でよく蒸されたピーマンが苦さが一つもなくものすごい甘いです。今回ね僕はお醤油ベースのお味にしたんですけども、お子様とかねもうちょっと甘い味が好きだなっていう方はバターとケチャップと中濃ソースとか炒めてかけていただいてもいいと思います。ということでタップチャンス。俺いいっすか。
お、マジで超好きなんですよ。じゃあ今日はですね、ピーマンの肉詰めが、大好きという、確かね、僕は昔に頼まれて作ったことあります。それぐらい好きだったの忘れてた。ということで、じゃあ勝負。はい。これはマジで楽しみですね。いただきます。おいっす。やばいっすね、これ。うまっ。肉感がすごくね。肉感やばいですね、うん、ソースやばいですね。醤油ベース、あー甘くない感じ、まあ、もしね甘いのが好きだったらちょっとお砂糖小さじ1でも足すと甘めになるんで、僕はこれぐらい蒸してちょっと甘くしてふにゃっとしたところをこのガッツリとした肉と一緒に食べるのが俺は好きなんで、家庭料理だから本当に美味しくないと俺のお母ちゃんも超えなきゃいけないし、いろいろ超えなきゃいけないから家庭料理の方がハードル高いんですよ。そこまで小細工してない今回は。シンプルに本当にうまいのをやりました。正統派に超うまいですね。めちゃめちゃ正統派に作りました。コーラしかビールがすごいです。あ、いやもうマジでマジ好きなんで、ね、本当に好きこれはもう本当最高です。ということで皆さん食べていただいたら絶対に分かる、ピーマンの肉詰めってこんなに美味しかったんだなっていう風に思っていただける自信がありますので、ぜひ皆さん試してみてください。これはもう本当最高です。なんか最近コメントで、もっと達也さん出してくださいってすごい書かれるんだけど、そこは平等にみんな、ね、平等にね平等に今回は今日はちょっと立候補して立候補して好きすぎる初めてじゃねぐらいの感じだけどね、はい、ありがとうございます。